るんだなっていうようなところがまだまだたくさんある中で、本当に全く人間の手が加わってない場所とか、うん、まあ、僕ら地元の人間でも行った時ないような滝壺とか、うんうんうん、皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。はい、今日はですね、お兄からお知らせがあるそうなので何ですか、発表は。はい、私たちが住む山形県鶴岡市たむぎ俣でキャンプ場を始めます。キャンプ場は今、まあ、いろいろ多分みんなが思う中で、まあ、例えばグランピングとか、まあ、ガチキャンと言われてる本当にテントを自分らで持参してきてとか、キャンピングカーとかを持ってくるって、まあ、多分今この3パターンが思ったんかなだと思うけど、たむぎ俣のキャンプ場はどういうキャンプ場なのか。でもみんなが知ってる通りっていうか、マコのインスタグラムとか、うん、まあ、まあ僕もインスタグラムやってるんですけど、うん、まあ、見てる方は分かると思うんですが、たむぎ俣ってすんごく景色が綺麗なんですね、うん、まあ、ガッサも見えるし、あと谷合いにある集落だから、ね、景色もすごく綺麗、あと歴史的な建物もいっぱいあったりだとか、まあ、歴史を感じれるような場所があったりだとか、そういったのもいろいろあるんだけども、それを生かしたキャンプ場にしたい。テント系でもあるし、ガチキャン系でもあるし、キャンピングカーも来てもいい。もちろん、まあ、ただグランピングとはちょっと違う。ちょっと違う、まあ、そういうなんかおしゃれみたいな感じではないっていう方がイメージとしては近いかな。そう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 、まあ、これからいろいろ整備しなきゃいけないということで、報告お知らせの一番大事な部分としてはクラウドファンディングを始めますあじゃないです今日から、クラウドファンディングを始めました。で、その費用の詳細とかは、まあ、クラウドファンディングのページに行っていただければ書いてはあるんですけど、まあ、やっぱりなかなか本当に里に作るというところでいろいろ大きなお金がたくさん必要になってきて、今回集めるその費用の詳細が、あの水回りの設置、うん、サニタリー施設の工事に結構なお金がかかるのよ。サニタリー施設って何ですか？そう、あのトイレとか、うん、そういう衛生系のところだね。まあ、もちろんシャワーもあるんだけど。なるほど。お手洗いがないところも、まあ、ガチキャンだったら山にね行くからあるけど、そうじゃない、もうちょっと中間でお手洗いとかはちゃんと完備する、するで、シャワーも完備して、うん、ガチキャンじゃない人たちでもトイレないと嫌だな、風呂ないと嫌だなっていう人たちのためにその設備を作る、うん、それの分のお金がかかる。かかる。いくらかかりますか？もろもろ1200万。ええー。いろいろ合わせてね。うんうんうん。やっぱりこれなんでここまでかかるんだってことになるんだけど、うんうんうん、今回は使用頻度の減った大きな倉庫を改装して、うん、あのやるのね。で、たむぎ俣の中には水道とか上下水道通ってないとこがあって、そこの車庫もそういうとこなのよ。だから、その整備をするところから始めないといけない。うん、タムギって、まあ、私の家もそうだけど、水を山から引っ張ってきて、要は貯水、でダムの水を使ってない清水っていうんだよね。清水を使ってるの、今でも。だから、山から基本的にそういう風に水を持ってくるためのホースとかみたいなのが、まあ、元々こういろんな、地域の人たちでちゃんと整備をして整えているっていうのも一つあって、そこから新しいところにこう引くっていうのはなかなか大変なんだそうです。はい、うん、そうそうそう。総額1200万円かかる中で募集、皆さんにご協力いただきたい金額が600万円。なかなかの金額でございます。半分。なんか僕らも事業やってて、まあ、1200万ぐらい出せるだろうみたいな雰囲気もあるんだけど、うん、出せない出せない、ね、だからまあちょっとすごく申し訳ないんだけども、うん、お願いするような形で、クラウドファンディングを始めます、うん、ただその代わり、うんうん、
もちろん返礼品もたくさん用意してて、うん、まあ、たぬき股にちなんだというか、まあ、オリジナルグッズが入ってたりとか、うん、あとはたぬき股でツアーをいろいろやってる方々がいるんですけども、コジプロね、コジプロとか、え、俺はおすすめコジプロだと思うな。あとね、山仙道のあっちゃんとかいる。ああ、たぬき股のまさきでに観光資源とかそういうのがたくさんあって、こんなところあってるんだなっていうようなところがまだまだたくさんある中で、そこをこういっぱい知り尽くしたり、それを元に遊べる環境を作ってる人たちがいるから、その人たちと一緒にツアーができるっていうのは結構楽しいと思うから、それが限定30人だったけどめちゃくちゃ楽しそうだなと私は思いました。おすすめ。本当に全く人間の手が加わってない場所とか、うん、僕ら地元の人間でも行った時ないような滝壺とかまだまだいっぱいあって、やっぱそういったとこをいろんな人から見てもらいたいし、僕らも一緒に行きたいもっと知りたい今回のキャンピングフィールドの、まあ、思いっていうのは、お兄の発案からの、まあ、でもこうどうやったらたぬき股を守っていけるかっていう中で生まれたことではあったけど、でも、まあ、ちょっとずつからその動きっていうのはお兄の中でやっていて、その中である資料を見つけたんだよね。まあここにないんだけどね。倉庫を片付けてる時に、そのサニタリー施設を作る倉庫ね、うん、昔のあれなんだろう、まあ、朝日村、鶴岡市はもともとここは朝日村っていう地域だったんだけども、うん、朝日村の村役場の人たちと、あとはその時の、まあ、経営者とか有志が集まって未来構想を考えた資料とかも出てきたんだよね、うん、ターゲット層であるとか、どの地域をどうやって開拓していくとかいろいろ書いてあるんだけども、そこで書いてあることが僕らが考えてたことと結構合致してて、だから昔からやっぱりこの地域っていうのはそういう可能性を秘めたところなんだな。でその30年前のその資料の中にも、たぬき股を、まあ、キャンプ場というか、まあ、本当にそういう都会の人たちが、まあ、仕事とか都会に疲れて田舎に来るような時代になるんだっていうのがもう30年前の資料に書かれてて、でなんかそれを結構先頭で頑張ってたのがおじいなの。まあその中の一員って感じ。まあ、でもおじいはお兄が小1の時、老いが年長の時に亡くなってるから、そういう話を聞いたこともなければ、本当にその資料が出てくるまで知らなかったっていうのがある分、なんかおおやっぱすごい、なんていうの、30年越しの願いみたいなさでもめっちゃビビって、そのあれが出てきたのはすんげえなって思ったから、やっぱそういうのも含めて前の人たちがやりたかったことを実現できるようなきっかけが今回のねクラウドファンディングでできたらいいなと思ってます。キャンプ場は実は事業の中の一つでね、うん、キャンプ場をスタートさせて、そこからいろんなことをたぬき股の中でもっとしていくと、うん、過疎が進むことによって整備もちょっとできなくなっていく、うん、そうすると、まあ、荒れていって、うん、こんだけ美しいとこが残せないっていう状況になっていくからって、やっぱそれは僕たちは止めたい。だからこれからもっとどん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 新しいことをたぬき股でしていって、残していこうっていう、まあ、そういう取り組みなの、キャンプ場を作るっていうのは。たぬき股、たぬき股って言ってるけど、知らない人からすれば確かに知らない人からしてみれば、今回こういうふうにね、まあ思いを伝えている中で、まあ、来たこともないし初めて知ったよっていう人も多いと思うけど、まあ、本当に日本のそういう古き良き文化であったり景色っていうのを残していくためのやっぱ一つの行動だと思っているので、ぜひ皆さんの力を貸していただけたら嬉しいです。なんでたぬきなんだよ、そんな景色いいとこなんていっぱいあるだろうってなるんだけど、なんでたぬきなんですか。まあ、もちろんクラウドファンディングのページとかにも載せてるんだけど、その景色がいいってだけじゃなくて、やっぱ信仰の場でもあるんだよね。たぬき股っていうのは出羽三山、まあ、出羽三山って知ってる方は知ってると思うんですけど、羽黒山、湯殿山、月山、これが出羽三山って言います。
ります、まあ、湯殿山神社っていうのもたむぎ俣にあると。でたむぎ俣の中を通ってそこに例えば、ね、参拝に行ったりだとか、まあ、とにかくいろんなことが行われてきた、まあ、侍シルクだったりとか、ね、そういうのも関係するんだけども、だから景色だけじゃなくて歴史とか伝統が本当に詰まっているところ、まだまだ世界の人たちにも知られてないんだけども、もし知ってもらえたらすごく魅力的な地域であると。で知ってもらうためにももちろん時間はかかるし、もし知ってもらって来てもらった時にじゃあ全く整備されていない、そういった状況ってのはやっぱり避けたい。だからたむぎ俣をもっと、まあ、日本全国だけじゃなくて世界に発信して魅力を知ってもらうと、そういった活動を、していくのが、まあ、僕たちの役目かなって思ってる、まあ、なので、まあ、今回クラウドファンディングのお願いの動画にはなってるんですけど、クラウドファンディングはちょっと難しい、でも応援したいっていう気持ちがある方はインスタグラム麦の里っていうのがあるので、それをぜひフォローしていただいて、まあ、よければストーリーとかでもいいのでリツイートとかしてもらって、麦の里を広めるためのお力もいただけたらと思います。 Facebook も、まあ、ページリンクは概要欄に貼っておくのでぜひフォローをお願いします。600万円って、うん、まあ、とっても大きな金額なんですけれども、うん、僕たちが何をしていきたいかっていうのを、まあ、共感していただけるならぜひ協力をお願いしたいです。時期が4月の30日までになっています。ぜひご協力よろしくお願いします。よろしくお願いします。